はい、皆さんおはようございますす衆議院議員の原口です今日も東京の食事ですね、やっぱり東京の食事はね、茶色が多い、でご飯はついてませんけど、これ、冷えるから、今日ご飯を炊いて、矢田川君からもらったやつですね、千葉のお米、うまいんですよね、で昨日は献上米をいただいたんで、えー、会館から持ってきて、小木のお米を、明日から食べます。 で、今日はこれ佐賀海苔佐賀海苔ですねごじちゃんでこれはもらったケーキだけどこれは食べない見せるだけで切り干し大根ですねこれコンビニの切り干し大根正直言っていいっすか小さな声で言うけどすかん自分で作ったやつじゃないと口に合わん甘いんですよ 大体九州人だから甘党なんだけどあの合わんんでか知らんけど合わんでまあこれはわかめのスープですねそして今日のメインディッシュはこれだこれもコンビニから買ったやつですけど鮭の切り落とし200いくらで高いんで3回に分けて食べます こういうことですね。で、さっき書道から帰ってきたんだけど、やっぱり国会議員っていろんなこと知ってますね。まあ、いろんなことを教えてもらった。ラッキー。そういったパンデミック条約のこのことについてみんな勉強してくれって頼んできました。もう一網打尽。え、あれって原口さんが発信源なんですかってこう、おうよって、折れよと。で、もう頼むから、なんか内容わかんなくてもとにかく議連に参加してくれと。そこで勉強してくれと。 いうことを頼んだんですね。まあ、それはまた、ちょっと。別のところで、ご報告をいたします。それじゃあ、皆さん。ごじちゃんと、ごきげんよう。